はいどうも皆さんこんにちは、カンタです。今日は今週の無課金派オーダーの紹介をやっていき、31日から6日までのやるべきことイベント価値予想をやっていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。早速今週の無課金派オーダーのコーナーから入っていきます。まずはオーダーを見します。投資がこんな感じで、野手がこんな感じです。先週からの変更点として、まず野手の方は坂本選手と清宮選手を入れ替え、スピリッツ300アップとなっています。この入れ替えでミート A8 人のコンボは消滅しました。続いて投手の方は大谷選手と佐々木選手を入れ替え、スピリッツ200アップとなっています。そしてチームスピリッツコンボの方を見ていきましょう。チームスピリッツ102,867、最大コンボ上昇量9202となっています。そして能力チャートの方がご覧の通りとなっています。続いて覇王の順位推移はこちらとなります。今週も基本的には3桁の順位推移となり、安全な順位となっています。まだまだ入れ替え予定はあるので、とりあえずシリーズ1中の覇王維持は大丈夫でしょう。引き続き気を引き締めていきたいと思います。そして将来のオーダーとしてはこちらになります。まず投手の方は山本選手を継承し、スピリッツ100アップとなる予定です。また阪神枠が足りていない状況のため、セレクションの村上選手に限界突破コーチ5枚も検討しています。共に9位スタミナ同値、村上選手は全同値のため、シリーズ2のオーダーでも生きてくるでしょう。続いて野手の方は佐野選手と高橋選手、山川選手と中村選手を入れ替え、牧選手を継承し、スピリッツ398アップになる予定です。牧選手は称号チャレンジが4回できるため、同値を決めたいところでしょう。決まらなくてもこの入れ替えは可能になります。今週の無課金派オーダーの紹介は以上となります。続いて31日から6日までのやるべきことイベント価値予想の方に入っていきます。まずは31日月曜日からやるべきことチャレンジカップを進めましょう。今来ているイベントバッティングトラベラーはスタミナを使うイベントとなっています。ただ早めに累計が完了するため、余った期間でチャレンジカップをこなしてもいいでしょう。ただシリーズ2持ち越しの関係もあるため、 S ランク 10% 契約書が報酬に含まれる場合は週の後半にこなすのがいいと思います。ちなみに次は特殊能力カップとなっています。続いて1日火曜日にやるべきこと、新しい月の始まりとなりますので、毎月恒例の限界突破コーチの交換を行いましょう。スピミナルが足りない方はランク戦で補うようにしてください。またグランプリのアイテムに関しては無理に交換する必要はありません。今回から秘書レベルのランダムボックスが廃止されているので、このタイミングで交換するメリットが薄れています。育成系イベントに経験値 1.8 倍が間に合えば問題ないので、自分は今のところ交換しない予定です。続いて1日火曜日から始まること、リアルタイム対戦の大会ダルビッシュチャレンジカップが開催されます。今年のルールはテクニカル杯となっており、スピリッツ統一の大会です。ここへ向けて練習してきた方も多いと思いますので、目標の順位に入れることを祈ります。続いて1日火曜日のガチ予定、テレビ CM 放送記念無料10連プレゼントスカウト3回目が解禁されます。 S ランク確定のガチャではないので、あまり期待せずに引いていきましょう。ちなみに自分は1枚も S ランクを出せていないので、最後に出したいところです。続いて1日火曜日のガチャ予想、この日は2つのガチャが予想されます。まず1つ目は自チームタイムスリップ狙い撃ちスカウト第4弾、タイムスリップ終了後はほぼ毎回登場するガチャなので、今回も来るのが濃厚でしょう。取り逃した選手を獲得するチャンスではありますが、基本はスルー推奨です。続いて2つ目がポジション追加のガチャ、今のところ投手が7人野手が9人となっているので、投手追加の可能性が若干高めでしょう。予想としては超自チーム S 狙い打ちスカウトで抑え追加とさせていただきます。抑えはかなり遅い追加となりました。続いて1日火曜日のイベント予想、この日は日程的につなぎイベント本イベントのどちらを組むことも可能となっています。個人的に11日からの3連休で消費スタミナ2分の1が来ると思っているので、そこまで本イベントでつなぐでしょう。ダルチャレの期間に合わせて7日間イベントと予想します。ここで直近できていない本イベントを見てみます。まとめると9月22日からピースを狙え、10月7日からスカウティング9、12月1日からプロスピラビリンス、3月8日からエージェント S、 4月4日から俺の球場飯、5月1日からサクッと育成ストリートとなっています。予想としては本命が俺の球場飯、対抗がピースを狙えエージェント S とさせていただきます。ラビリンスは5日間のため考えづらいでしょう。
続いて2日水曜日の3時以降からやるべきことを契約書を貯め始めましょう。シリーズ2登場の1ヶ月前になりますので、 S ランクが出る可能性のある契約書は貯め始めるのがいいと思います。ただ本当に重要なのはシリーズ2完全移行になりますので、 V ロードの周回報酬回収などはまだしないようにしてください。続いて4日金曜日から6日日曜日の注目ポイント、活躍選手予想の事前告知があるかに注目です。ここで告知があれば8日から3週間開催になると思います。来なければシリーズ2にまたがるのは考えづらいため、15日からの2週間開催もしくは開催なしになるでしょう。なんとか開催してほしいところです。31日から6日までのやるべきことイベントガチ予想は以上となります。1週間の予定は把握できたでしょうか。今週はダルビッシュチャレンジカップが開催され、シリーズ2へ向けての準備も始まるということで重要な1週間になると思います。更新を楽しみに待っておきましょう。この情報が良かった方、立ち回りが把握できた方、ぜひ高評価チャンネル登録のほどよろしくお願いします。続いて今後の主な日程に関してです。今現在確定している日程、予想を合わせたものとしてはテロップの通りとなっています。動画内でも触れた通り、1日にテレビ CM 放送記念の無料10連スカウト3回目が解禁されます。また同時にダルビッシュチャレンジカップが開催され、リアタイ勢は勝負の期間になるでしょう。その後はタイムスリップ第5弾とアニバーサリー総選挙、タイムスリップ第6弾が予想されるため、意外とサプライズガチャを組み込むタイミングがありません。シリーズ2登場日は9月1日、スピリーグ予選は9月3日からが予定されています。活躍選手予想も無事に来てほしいところです。続いて毎回恒例のイベント途中経過です。イベント攻略動画で解説した通り、自然回復で進め、得点はスタミナ回復を選択していた自分の進捗状況としてはご覧の通り、累計回収が完了しています。期間内にレベルアップを1回しており、29日の1時に累計回収が終わった形です。今から累計回復に移っていきます。ということで累計開封の方やっていきましょう。溜まっているゴールド契約書と一緒に合計5連になりますかね、引いていきたいと思います。タイムスリップの確率は 33% です。お願いします。まあ、タイムスリップ第4弾なんでね、まあそんなに欲しい選手はいるわけではないんですが、まあどうだろうな、誰が欲しいって言ったら中村晃選手なんかはちょうどいいのかな。まあ、一応継承もできるので、まあそこら辺の選手が当たってほしいところです。さあ1枚目がね、タイムスリップ 33% の契約書なんですが、まあいい選手来てほしいです。さあお願いします。さあいい演出じゃないかな。2倍以上の通常選手の方が実際嬉しかったりしますが、まあ、誰が来るのか。お、自チームかな。おー、今永選手ここで来ました。まあただね、ピッチャーは4300以上ですでに埋まっているので、まあ今から育てることはないかな。まあでも純正で掴んで一応育てようかな。まあといった感じでね、まあ累計開封の結果こんな感じに終わりました。本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。明日は動画のお休みをいただき、明後日はイベント更新日ということでイベント攻略動画を上げる予定です。無料ガチャも動画内で引きますので、よければ見に来てください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。